もう限界です。最近マジでそれずっと言ってない。いやほんまに限界です。一旦挨拶します。はい、どうもこんにちは、中野いつきと収録50時間バイト勝田です。ちょっとね、時間言っちゃうとややこしくなるんでやめた方がいいと思うんですけど、いや労働時間に文句あるんじゃなくて、うん、普通に割に合わへん、人が来すぎ。まあね、この人たこ焼き屋で働いてるんですよ。あ、そうです。たこ焼きって言ったらね、大阪のアイドルみたいなもんですからね、仕方ない部分はあると思う。いやまあそうやねんけど、うん、実際たこ焼き焼いてんのってほぼベトナム人やからな。それちょっとあんま言わん方がいいんちゃう。いやしかも結構俺大阪の有名なところで働いてるっていう自負あるけど、うん、外国人が焼いたたこ焼きを外国人が買っていくっていう、もうここどこですか状態になってるからな。そうちょっと内密にしようとかいいし気しますけどね。いやなんかしかもあいつらさ、普通にここ日本やのに母国語で喋ってくるからな、うん、あーそれちょっとうざいな。いやそうやろ、うん、だから俺もそいつら来た時はもう、うん、手ごての関西弁でもう、うん、何個にしますか。ソース、マヨネーズ、かつお節、のり全部かけてもいいですか。マイルオーケーって言って送り返してるからな。まあ嬉しいんちゃう、向こう側からしたら。バイトリーダーの足めっちゃ臭いで。えいやだからその従業員のスペースってめっちゃ狭いねんけど、うん、もうそこにバイトリーダーの足の匂いがめっちゃ充満してて、俺たこ焼き見るだけで吐きそうなもん。なんか全然なんかよく分からへんねんけど、とりあえずトラウマになったってこと。いやそういうこと。ああまあ匂いはね、記憶残りやすいですからね。いやそうやろ、うん。まあなんか匂いで言ったら他にもな、うん、なんかの冬やったから、なんかコートみたいなの着た、もう髪めっちゃ伸ばしてヒゲボーボーのじいさんが来てんけど、あ客でね、もうそいつ今まで匂ったことないぐらい臭くてさ、うん、もう鼻をつけさせる匂いとはこのことかみたいな、うん、もうちょ匂いやばすぎるから、うん、もう普通にいつもの2倍ぐらいの速さで接客して、うん、もうそいつさっさと追い返してんけど、うん、そいつの匂いマジでエグすぎて、駅近いから人結構おってんけど、もうその人の波に裂け目できて、モーゼの10階みたいに一本の道で来てたからな。その人俺のとこも来たな。そう、うん、まあ、で近いやん言っても、うん、あれまあコンビニなんですけど、多分思ってる10倍ぐらい臭かったやつやろ。いやえぐい匂いしたね、嗅いだことない匂いみたいな、うん、あの人来てて俺のコンビニも、うん、まあ、大体同じ姿でまあ入ってきた時に、もうその瞬間もう店内がとんでもない匂いになって、でその人 ATM の方になんかおってんけど、はい、もうこう見に行ったらなんか匂いのオーラみたいに見えたもんな。でよくアニメとかなそういうのでやられてる、うん、やばい匂いでマジで。でまあ、なんとかチーフがこう追い返してくれて、うん、その人外出た時に、もう俺も一応見に行ってんけど、もうしっかりモーセの10階になってたな。やらせたやろ、うん、だからあいつモーセなんじゃん。ちゃうと思うねんけど普通に、うん、まあちょっと腹立つからさ、うん、焼きながら話じゃあはい行きましょうか。とりあえず、うん、ちょっと次でよ、ちょっと寝てくるわ。うん、いやなんかその結局お前が怒ってる理由っていうのは、そのバイトリーダーとか客が臭すぎてってことな。いやそんなわけない。違うか。いやそのさっき話しただけだってそれは、うん、別にまだ話してないやつがいっぱいおるから他に。なんかあるんじゃ他に。いやあるけど、うん、いやその接客がやからなんか一応、うん、客の悪口とか絶対言わん方がよくない。いやでも俺バリバリ言ってんでこのチャンネルで。いやお前もバイト辞めてるやん。じゃあ辞めていいやん。まあそうか、うん、まあじゃあこの動画が上がる頃にもうちょっとじゃあ辞めますね、うん、じゃあもうこれでね心置きなく話せるようになりましたね。すがすがしい今。宇宙船でオーロラなぞってる時ぐらい気持ちいいな。まあ走り屋が湾岸攻めてるみたいなことなんですかね。うん、まあ、そもそもさ、うん、いつかはやめようと思ってたわけよ。ああそうな、俺好きでやってると思ってたんけど、うん、いやもう洗脳やであれ。ここ数年さ、うん、毎日じゃないよそれは。学校行ったりもしてたから、うん、まあでもその毎週たこ焼きを作り続けてさ、うん、どんどんスキルだけが上がっていくわけよ。まあでもいいことじゃないんそれは。いやその時ふと思ってんの、なんかきれいに作れるし、うん、どんどん回すスピードも速くなってる、うん、これからもっと速くなっていくと思うんだよな。うんうん、でもそんなんじゃないやろって俺が目指したのは。もう悪い話じゃないか。まあ、じゃあなんか目指したってことですか他に。そう、あ何を目指したの。生っ粋のオナニスト。もうダメです普通に。真剣に今聞こうとしてる姿勢入ってたから俺。いやまあ冗談や。いやもうないでしょこの先。なんも何の話のまず。何。いやまあ普通にもうこのままじゃあかんと思ったわけよ。あーなんかね、そのやり今バイトしててってこと。いやそう、あ若者の思考ですよね。いやそう、まあ、やっぱ恐怖が時代を作るからな。ああそうなんや。明日から、うん、まあ、新規一点やっていくために、うん、ちょマジで今日だけは全部吐き出させてもらうぜ。あ、ここでね、うん、まあまあいいっすよ、今日ぐらい付き合いますよ。別にあんま悪口言いすぎひんようにちょっとするからさ、安心はしてほしいねんけど、うん、あそれ嬉しいですね。なんか店に一定の周期で来るハゲブス、チビデブ、ゴミグズ野郎っていうのがおんねんけどちょっと雲行き怪しいですけど、まあなんかそいつもあんまり割とよく来る客ではおんねんけど、うん、まあ、なんか注文が終わって会計し終わった後に追加で飲み物頼んできて、あーうん、でまあそのドリンクの会計も終わった後にありがとうございましたって言ったら、もう急になんかもうこれキャンセルみたいな言われて、
え、それはもう持ってきてからってこと？ドリンクも出して、でもお会計も終わってんのに、あ、キャンセル、キャンセルで。それうざいね、店側からしたら。うざいよ。うん。まあ結局さ、そのドリンクも、まあ、廃棄することになんねんけど、うん。まあその直接俺に被害があるわけではないけどさ、うん。まあ、気持ち的に良くないやん。まあそうやな、なんか、あんまその食べ物を捨てるみたいなんてな。うん、やっちゃうと簡単にそのプライベートとかでもなんかなお腹いっぱいになった時とかに捨てるっていうのが選択肢の中に入り込んじゃうっていう可能性はあるよな。いやまあそうほんまに。いやなんかその団体予約のキャンセルとかさ、うん、昔流行ったやん結構。まあ流行ったっていうかそのニュースとかでよく見ましたよね。いやそう、そうやってやってること一緒なわけやで。規模は小さいけど。まあそうやな、確かに。でもまあ別に関係なくない、もう。まあそうやねんけどな。うん、もうやめんねんからそれは別に。いやけどなんか普通に腹立った自分にして驚いたわなんか今。ああ、俺もなんかちゃんとあの店の一員やったよ。それでもいいことやん。そのね、精一杯働いたっていうことですからね。うん、まあちょっともう焼き上がったから食べてくれよ。あ、じゃあ一回食べますか。じゃあまあ食べますね、せっかくなんで。いやどうぞ。もうなんかへったくそなんだな、焼くのほんまに。お前たこ焼きやめるからって手抜いてるやろ。生地が少なかったからな。これ焼けてんのこれほんまに。ちょ焼けてない。なんかめっちゃ粉やねんけど。これちょっと食べたらお前も。じゃあちょっといただきます。うん、見えてるからめっちゃ下手くそやねんな。普通こうやろ、うん、食べるにしなんでこうやって横向いて食べる。絶対おかしいやんな。ちょっと冷えてるからほぼ。どうなんで。なかなかうまいっすね。まあまあ合わへんからね、食の好みがもう。うん、まあ共感を求めた僕は間違えてたんですけど。まあでもなんかさ、話戻すと、うん、基本的にそのバイトって、まあ、人生で一回はやるやん。うん、だからそのどこでやるかみたいな重要だと思うんやけど、うん、その会社的にそのたこ焼きをおすすめするかみたいなの。おすすめはしません。なんで。いや最初にも言ったけど、うんうん、ちょ割に合わへんから普通に。ああ、まあそうか、じゃあ普通にやめた方がいいんか、たこ焼き屋は。うん、逆にじゃあなんかおすすめとかないんバイト。おすすめはないな。まあでも、はい、その一番マシみたいな言い方やったら、うん、やっぱカラオケかな。ああ、まあカラオケね。うん、まあ、コロナ禍の時とかちょっと楽さやったもんな。うん、まああの時はほんまに作って厨房の外置いとくだけでよかったし、うん、接客も一切せんでよかったから、うん、めっちゃ楽やったな。羨ましいなそれは。いやなんか変なやつとかおらんかったの。変なやつはもうおらんというか、まあ、なんやろ、なんかバイトの先輩に、うん、同じバイト内の女の子をユニバに誘って、うん、めっちゃ嫌われてるやつおったな。はあ、かわいそうに。うん、なんか俺それ知らなかったから、なんかそれ嫌われてるみたいな、うん、普通に入った時長く喋ってて、休憩中に、うん、でそしていきなりなんか女の先輩がバーンってほんまにね、すごい勢いで飛び上げて入ってきて、うん、でなんかコップをさ、いっぱい入れてるなんかでっかいこんなやつがあんねんけど、それもガーンってそいつにやって邪魔とか言って、でなんかちょ長野来てって言われて、なんか連れて行かれて、うん、であんなやつをあんま喋ってあかんでみたいな、釘刺されたから怖っ。マジで怖い。いや俺らそのバイト同士は仲ええからな。なんかそんな感じはするな見てて、うん、まあ、なんかその村社会じゃないけど、うん、まあ、そのせいで逆にその害悪な客を異常に嫌うんかもな、こっちは。ああ、まあなんか仲いいやつと共通の敵めっちゃ嫌うみたいなのあるやん。あるな。うん、それちゃうんだから。それやな多分。でもなんかさ、こう今もう嫌な客の話みたいなの聞いてたけど、うん、その理不尽に怒られたみたいなのはないん。理不尽か。うん、まあ、あるっちゃあるな。なんかやっぱそういう話聞きたいですよね。まあ要望に応えれるかはちょっと分からへんけど、なんかめっちゃデブなやつがちょっと一回客で来て、うん、で5個でって言われたから、うん、あ、まあ、5箱ですかって聞いたら、うん、いやそうやろって言われて、うん、でも一応箸をね5個つけたわけですよ。ああ、まあつけれますもんね普通は。いや1個でやろ、見たら分かるやんって言われて、うん、はどういうことだって普通に。っていう。ああ、その何、どういうことですか、切れてきたってこと。いやそう、なんかな、やっぱデブ嫌なやつ多いけど、まあね、世の中のデブが全員そういうわけじゃないっていうのは分かってるけど、もうこれに関しては逆やからな普通に。逆やろ普通に。うん、いやその普通5箱頼んだのに箸1個しかつけてもらえへんかったって自虐する感じやん、うん、そうやな。でなんで箸を5個つけて切れられなあかんの俺が。まあそうやんな、だから普通はそうやな、うん、うん、箸なんかね何本もらってもいいですからね。いやそうやろ、お前わけ分からんかった、うん、あいつだけは。うん、あれさ、なんか前ペイペイで切れられたみたいなやつとかね。あったな、うん、ババアのやつやろ。いやまあ覚えてないから、あのもう一回してほしいねんな。いや別に普通の話やねんけど、うん、ババアが支払うときに、うん、ペイペイの画面開いたままレジ台の上に置いてきて、でもペイペイですかって言うやん、うん、ま、うんって言ってきたから、またピッてやったその瞬間に、ちょ待ってって言ってきて、あ、なんかポイントとかなんですかね、うん、ペイペイって音が鳴ると同時に発狂してきて、うん、で10分ぐらい切れられたっていう話やな。あ、そんなシンプルな話やったっけそれ。うん、普通に嫌な記憶呼び起こされたわ。なんかちょっと申し訳ないんでね、
まあなんか代わりに面白い話でもしてくださいよ。いや俺が、うん、普通なんか流れ的になったらお前がするあれやと思うけど、いやちょっとお願いします、うん、おもろい感じの話で言うとね、うん、まあなんかその日はなんか6人くらいの列ができててんけど、うん、うん、まあまあ、うん、でなんかその列並んでたらレジ袋かぶって、うん、なんか目と口でなんか穴開けてマスクしてその上から、うん、でなんか背めっちゃでかくて、うん、結構いかつい感じのもうやばい20代男性が来て、うん、怖、うん、でまあなんか一番後ろにその並んでたその女性、うん、結構若い女性に、うん、なんか可愛いっすねみたいに言って、そんなん言われたら女の人気持ち悪いからどっか行くやん、まあキモいな結構、うん、やろ、で前のその女の人どいて、うん、でそのまた前に寄ったまあ多分主婦なんかな、うん、まあ、その人にもなんか綺麗っすねみたいな感じで気持ち悪い感じで言ってきて、なんかそんな感じでなんか全員どかしていってなんかでレジに来て何やこいつはみたいなで自慢げになんかレジで注文してきたから何やこいつはって顔見たらお前やったって話ちょっとまあもうそどうでもいいねんけど、その俺か俺じゃないかみたいな部分は なんそいつテロリストじゃん普通に、そんな感じじゃない、テロリストとか、いやでもテロリストではないで絶対、いや絶対ではないよ別に、でもそのえあったかない、なんか新幹線新大阪からなんか乗ってるみたいなテロリストが、まあ、あったな、うん、そいつちゃん、それ時期はそんぐらいの時期ちゃん、そんぐらいの時期やったな、確かにテロリストやんじゃん、絶対絶対ちゃう、俺でもなんでたこ焼き買ってんねんで、いや、たこ焼き買っててもテロリストの可能性あるやろ、全然、いや、ソースの匂いするやつは、うん、全員犯罪者じゃないからどういうこと関西人ってこと関西人みんなソースの匂いすんねんいや、全員し、別にソースの蓋開けたら、うん、関西人みんな寄ってくんねん虫みたいにそうや、そんなことないけど、別に俺も関西人やけど、別に今うわーってんのそんなアホみたいに寄ってくるん、寄るやろ、いや子供の時とか、まあ、口の周りにソースブワーッついてたやろ、ついてない、ついてない、全然ついてない、まあ、青のりとかならめっちゃついてるやつおったけどね、確かにせやろ、うん、ソースはないけどね、別に関西人そんなアホちゃうから、別に全然そのテロリストもおるから関西人に、まあそうか、うん、まあ、じゃあなんか話してたらなんかもう一個思い出したわ、ほんで今の流れで、うん、な、何、え、なんかその日めっちゃ忙しくて、うん、もう頑張ってレジ対応しててんけど俺、うん、変なおっちゃんが、うん、兄ちゃんおっとこまやなって言ってきて、あ、まあまあいいじゃないですか、ありがとうございますって言って、うん、いや彼女がおんのいやもう今はいないんすけどみたいな感じで、うん、言ってたらなんかもういやおっちゃんがな、なんか若い頃はこの辺でなんか何とかかんとかみたいな言ってきたから、うん、いやなんかもう忙しいし普通に、うん、もうなんかもうはいはいって言いながらこう作業してたら、うん、なんかもううわーみたいな出てきて、なんかよく聞き取れへんかったからさ、もう俺も、うん、はいって言ったら、ほんの兄ちゃん童貞か言われて、うん、謎に童貞認定された話やな。謎にっていうか別にもともとね、そういうじゃないですかなと。おい、童貞じゃないですか別に。ちゃうやろ。いや、ちゃうことはない。あ、なんかあれやったっけ、なんか乳白好きなやつってか、あんま言わんがいいか。いや、まあでもな、ニューハーフがでも目の前に現れたとしてな、裸一貫で。うん。俺ら新しい扉開くやろ、さすがに。開かへんし、別に。でもなんかね、変わりますけど、ニューハーフの人面白いみたいなありますよね。あるな。お姉とか、うん。俺らの知り合いのな、うん、お姉一人おるもんな。いや、あの人お姉じゃないですけどね、多分。そうな。めっちゃおもろいけど、まあ、どうでもいいでしょ別にその人がお姉かお姉かじゃないか、まあどうでもいいか、うん、身内の話なんで。でもローリングフェラーめっちゃうまいって言ってたよ。めても気持ち悪い、生々しい、ええやろ別に後半になったら入れたくなんねん俺も一個。なんか誰も待ってないからね後半に。いや待ってるかどうかはお前が決めることじゃない、うん、いやまあそうやねんけど、厳しい世界なんでね、コンプラ的にもな、うん、俺らの存続がかかってんのか。そうですよ本当に。まあちょっとマイルドな話した方がいいか。あるんですかマイルドな話とか。いやあるよ全然、バイトの話だったよな。あ、そうなんや。もう俺んとこの厨房って、うん、まあ、その外から見えるようになってんねん。あ、うん、その焼くとことか見せるためにこう見えるようになってて、うん、もう食洗機とかも見えるようになってんねん。あ、そうなん、うん、でその日客の回転めっちゃ早くて、はい、その食洗機終わった後の皿もうどんどんこう取り出さなあかんくて、うん、で終わった後ってめっちゃ熱いやん皿。熱いな。そうやからそのこう、うんうん、取る手間取ってたら、うん、なんか客のババアに「お前女か?」って言われて、うん、まあ、なんかそのババアに「マヨネーズかけますか?」って聞いたら、うん、全部かけて「青のりはギンギンにかけて」って言われて、うん、ギンギンはギリ下ネタやからな誰が言ってんねんって話やけどな。客に言われるし、もらったら絶対許さねえからな。いや、お前なんか許さねえけど。でもあれ、トッピングって、その、いけるもんなの、その、多めとかって。できるよって言ったらな。あ、そうなんだ。大体。まあ、感覚やからな、結構むずいねんけどな。まあ、人それぞれちゃうもんな。うん。どんぐらいが多いとか。うん。などうですか?まあ、そんなもんか、もう。うん。キリないしな、ずっとやってても。まあ、ね。じゃあ、また別の機会にってことで、それは。はい。で、今日学んだことは、限界を超える前に逃げようと。そういうことですね。人は限界を超えれないので。そうですね。はい。以上、長野いつきと、カチラでした。